皆様こんにちは、ジ・オークラ東京の、トーカリン陳龍生でございます。本日は、鶏ささみ肉の卵白炒め、こちらを、ご紹介していきたいと思います。卵白炒めはですね、なかなかこうお目にかかることではないとは思いますが、低カロリー高タンパクな一品に仕上がってますので、どうぞよろしくお願いします。まずはですね、卵を3個です。こちらを割って、卵黄と卵白分けていきたいと思います。手でこうすくうようにして割らないようにですね。このように卵白と、別にしておきます。本日使う料理は卵白のみです。ご用意する食材は、あとは鶏のささみ肉、こちらの方はそぎ切りにしていくんですが、鶏のささみ肉いかんせんこう柔らかい食材でございますので、そぎ切りにするのにもなかなか難しいので、コツとしましてはですね、少し水につけてあげるということ、そして鶏のささみ肉には必ずこの筋というものが入っています。この筋をですね、抜いていく方法としましては、包丁の腹の部分です。筋を持ってですね、あとは包丁で押して引いてあげると筋が取れます。そうすると、鶏のささみというのはもう繊維がありませんので、このまま使っていきます。これをそぎ切りにします。これもう一回水につけてですね、よく濡れた状態にして、あとはもう包丁は滑らせるだけなんですね。このように、平べったい状態になったのを3等分にしていきます。この、そぎ切りした鶏肉にですね、お塩と片栗粉でをまぶしてですね、下味をつけていきます。鶏のささみ肉に軽く塩を振り、片栗をまぶして、こういう下処理をしていきます。沸騰してきた鶏ささみ肉をボイルしていきます。鶏肉はですね、必ず沸騰した状態で鍋に入れてください。鶏ささみ肉はですね、意外とこう火の入りが早いので、ちょうどいいぐらい、周りが真っ白になって、そこからだいたい30秒ぐらいですね、入れるともう火は通りますので、あまり火を入れすぎるとちょっと硬くなっちゃうのでね、この後あの卵と合わせてまた火が入りますので、中の芯が少し、まだ、ピンク色の生の状態で引き上げます。こういう状態ですね。ここで、先ほどの、卵黄と分離した卵白のみの中に調味料を入れていきます。これはですね、今日はあのホイップクリーム大さじ1杯、お塩、中華味、そして胡椒ですね。
ここにですね、もう塩分はお塩だけでさっぱりと仕上げます。ここにですね、ふわっとさせるための裏技として水溶き片栗粉、これを小さじ1杯ですね、入れていきます。そしてこれは攪拌していきます。これよく攪拌して、白身のドロドロの強い部分がもうちゃんと馴染むようによくかき混ぜてあります。このホイップクリームを入れるということ、そして、水溶き片栗を入れるということで、卵の白身というのはもともとパサパサ感があるんですが、そこにふわふわ感を出すための、隠し調味料になります。鍋をよく温めてから、油を投入し、白身をこれから炒め上げていくんですが、入れたらですね、鍋を斜めにして、寄せていく感じ、ギャザーを作っていく感じでやります。そしたらもう一定方向にですね、ずっと寄せていきます。寄せて半分ぐらい火が入ったところで先ほどのささみを投入し、また寄せていきます。寄せて、バラバラにならないように卵白がギャザーを寄るように炒め上げていきます。この時に鍋の使い方はこうではなくても斜めにしてこう寄るようにですね、こうやって炒めるとより一層うまくできます。鶏ささみ肉の卵白炒めです。こちらの方は、高齢者の方にはもう体にはとてもいい、医食同源の一品になってます。そして、一つ、残った卵を、こちらの方はですね、いろんなもの、例えばもう本当に納豆にかけてもいいですし、決して捨てることのないように有効活用していただければと思います。